こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。引き続きですね、埼玉大学から、埼玉大学の工学部を狙いつつですね、他の大学をどういうふうに考えるのっていうお話を個別に見ていこうと思います。先日来ですね、私事ですけれども、ぎっくり腰になってしまいまして、ここのところ、動画を上げるペースが遅くなっていますけれども、その辺はご容赦いただければなと思います。前回の動画を撮影した後に発症してしまいましたので、字幕スーパーでお詫びのメッセージを入れておきましたけれども、今日はまあ月曜日ということで、新しい動画を撮りつつですね、まあできる範囲で頑張っていければなと思っています。で、今日取り上げるのは、前々回ですかね、取り上げた、群馬大学理工学部、こちらはまあ国公立大学を、埼玉大学工学部から、まあ共通テストが思うように得点できなくて乗り換えるとしたらどんな感じっていうところの中の候補の一つとして入れていた大学なんですけれども、こちらをまあじゃあもう少し細かく見ていこうかなという今日のお話になります。で、まず第1点目なんですけれども、こちらが、科目と配点ですね。で、科目と配点がこんな形になっています。で、5教科7科目の900点満点で、国語が必須で、数学はまあ数 1A 数 2B を取ることになると思いますので、こちらは問題ないと思います。で、理科が、物理化学生物地学から2科目ということになっています。で、埼玉大学がどうだったかというと、こちらに前回の埼玉大学の資料がそのまま出ていますけれども、埼玉大学の場合は物理が必須で、化学生物地学から1の合計2という形になっていますので、埼玉大学の基準で、共通テストを受験していただければ、群馬大学に乗り換えるということは可能になってくると思います。で、続きの群馬大学ですけれども、英語が、リスニングを課すということで、で、社会が、世界史、日本史、地理、こちらは A 科目でも受験が可能です。で、公民の方は、現社でも、受験可能ですので、地歴公民から1科目選択、していただければ OK ですよということになっています。で、こちらは埼玉大学と、大幅な違いはなかったと思います。A 科目の受験が可能で、倫理政経から、現社倫理政経から、も合わせてということで、その中の地歴公民全体の中から1科目ということになっていますので、埼玉大学目標で、共通テストを受験して、で、その後、得点率を見てから、群馬大学に乗り換えるということは可能になってくるかと思います。で、個別の二次試験なんですけれども、こちらが問題で、数学と理科と、外国語英語ということになってきます。で、数学が数3までの200点、理科が物理と化学のどちらか1科目で200点で、英語が100点ということで、個別配点率が 36% あるということになります。で、こちらを埼玉大学と比べると、こちらですね、埼玉大学の場合は、数学と小論文だけということになってきますので、埼玉大学を、第一志望として、対策をしてきたという形で、今年の年末あたりですねまで過ごしてしまうと、理科と英語の対策、二次対策どうするのよということが、ネックになってくるということになってきます。で、次に見ていきたいのが、合格最低点を見ようと思ったんですけれども、群馬大学の場合には合格の平均点しか、公表されてない状況ですので、合格平均点よりも若干下でも合格できるんだろうなという予測で、資料を持ってきています。で、こちらが資料で、理工学部が一番下で、電子機械がさらに一番下ということになっていて、表が見づらいんですけれども、この右から2番目の列が、合格者の平均点の共通テストの平均点で、前期で受験すると545点ぐらいで、総合点の、平均点を見てみると871点ぐらいということになっています。
で、こちらをですね、パーセンテージで表すと共通テスト、共通テストの平均点が 559.3%、合計点の方が 62.3% という得点率になります。で、こちらを、埼玉大学と比べてみるとこちらですね、機械電子で約 63% から 4% の、総合点での得点率ということになりますので、共通テストで6割取れていない状況だと、ちょっと怖くて2次で挽回できるのっていうことが心配になってくるラインだと思いますので、共通テストで6割取れていなかったら、その時群馬大学を候補に考えればいいんじゃないのかなという作戦で、乗り換え作戦という形で考えています。ただその時ネックになってくるのが個別二次での問題、先ほどもお話ししましたけれども物理と英語をどうするのっていうところが出てきます。で、物理と英語に苦手意識があるお子さんは群馬大学へ乗り換えるっていうのはちょっとこれは厳しいお話になってしまうと思いますけれども、物理英語に苦手意識がなくて逆に言うと共通テストでもある程度の得点源となるような形で準備が整っているお子さんでしたら、こちらは考えてみる、一つの候補として挙げてみる、価値はあるんじゃないのかなと思います。で、個別に問題を少し見てみたんですけれども、英語は全部で大問が3題で、マーク式の、2問と、長文内の適語補充が、大問レベルで1題という形になっています。で、マーク式の方については、以前行われていたセンター試験ですね、こちらの前半に出題されていた、熟語ですとか文法問題の、選択問題ですね、こちらはきちんと対応できるように準備をしていっていただければなと思います。で、長文内の適語補充、こちらは、単語を書く、記述しなければいけませんので、こちらについては単語力かけるレベルでしっかりと、覚えておく必要があるかと思います。で、ただ、合格者の合計点の、得点率が6割程度ですので、大問1大問2のマーク式の部分、ここである程度得点が狙えれば、大問3番の、単語を書かなければいけない部分、ここはある程度、目をつぶるというか得点ができなくても、大きな、失点にはならないという考え方もできると思います。で、次が物理なんですけれども、大問が3題で、数年前の出題文を見てみたんですけれども、力学と電磁気と熱ということで、物理を習っていく中で一番基本的なところになってくるかと思いますので、ここの基本事項はしっかり押さえておいていただければなと思います。で、各大問に小問が15題ほどありますので、小問数で数えるとだいぶ問題数が多い状態になります。ですので基本問題のところはしっかり得点していくっていう形で、例えば、力学で15台あるうちの、7、8台とかはしっかり取れるよっていう形で、電磁気でも同じように7、8台取れるよっていう形で、得点を積み上げていっていただければ、合計点の得点率 62% っていうのはさほど難しくない、状態になるんじゃないのかなと思います。で、英語と物理はあまり対策、センターレベルの対策プラスアルファができるのかどうなのかわからない状況で、受験することになると思いますので、できれば数学、こちらはですね、大問6題で各問に小問が3題あるような、問題量ですので、こちらは埼玉大学の対策をしていれば十分対応可能ということになってきますので、できれば、6割いかなかったら考えるという作戦ですけれども、6割を大幅に下回ってしまうという状況ではもう群馬大学は使えないなというところになってくるかと思いますので、ちょっと失敗しちゃったんだよねということでも5割台の後半、要するに 55% はもう最低限は欲しいよねというところからの勝負になってくると思います。ですので、埼玉大学を狙っているお子さんで、仮に失敗しちゃったということでも、57%、8% は取れているということで、仮定をすると、プラスアルファここの数学の部分ですね、ここでしっかり対策が取れていて、2次で得点を重ねることができればある程度英語と物理この辺で、得点できなかったとしても平均点で 62% の合格
得点率っていうことになりますので、6割を切っても合格の目は見えてくるんじゃないのかな、そんな大学になってきます。ですのであくまでも、これですね、物理と英語、こちらに、苦手意識がないという状況で、選んでいただいて、埼玉大学工学部に向けての、数学がきちんと対策が取れているお子さんが、共通テストでちょっと失敗しちゃったんだよねっていう場合は、一考の価値がある、群馬大学理工学部ということになってくるかと思います。ではご参考にしていただいて、ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。